ねえプロデューサー、ここで勉強やらせてよ。マジ？助かった。サンキュープロデューサー。よっしゃ、じゃあ早速やってくし。何この問題、わかんない。あ、なんか来てる。誰からだろう。マジウケる。で、やばいやばい、課題やんないと。これもわかんないし、ああやばい。プロデューサー、うちはまだ大丈夫かな。そうなんだけどさ、この状況はうちのせいっていうか、実はこれテストの補習で出された課題なんだよね。週明け。わかってるって。でもつい後回しにしたり、友達と遊んじゃったから、これはやばいって思って事務所でやってみようと思ったんだけどさ。え、教えてくれんの？マジサンキュー。じゃあこの問題わかる？お、おお、マジだ！よし、じゃあ次の問題は？なるほど。マジサンキュープロデューサー、これならいけそうな気がする。え？なんで？そうかもしんないけど、でもさ、そうだよね、うちこのままじゃまずいもんね。わかった、プロデューサーお願い、これ預かっといて。よし、今度こそ集中するぞ。わかんないけど、かなり。うん？それってなんか意味あんの？
ああ、確かに。プロデューサーすげえ。早速やってみるわ。マジサンキュー。迎えに来てくれてサンキュープロデューサー。送迎とか超アイドルって感じすんね。マジで？じゃあ今度ドライブでもする？わかってるよ。ちょっと行ってみただけ。行き先ってここからどんくらいなの？へえ、結構かかんだね。うん、適当にスマホでもいじってるよ。あのさ、すげえ長く運転してるっぽいけど、疲れたりしないの？もうすぐサービスエリアみたいだし、ちょっと休んだ方がよくない？サンキュー。うちは体ほぐしたいから少しうろついたりしてくるわ。お待たせー。ねえプロデューサー、うちの髪どう思う？そっかな、少し色落ちしてる感じしない？もっと近くで見てみ。ほら、この辺、結構来てない？この辺だって、周りと色違って見えるしょ？やっぱそうだよね！うんうん、なんかすっきりした！よし、週末に美容院行こうっと。今決めたし。染め直したらまた見てもらうから、感想よろしくね。プロデューサー、聞いて聞いて。ありもあり、この前の課題なんとか通った的な感じ。プロデューサーのおかげじゃん。マジサンキューね。いやいや、そんなことないって。うち一人だったら絶対に積んでたし。わかんないとこスラスラって答えてくれたじゃん。プロデューサーって頭いいよね。マジで？ずっと覚えてられんのってすごいじゃん。うちなんて昨日のことも忘れる時あるし。ああ、そういうのは全然やったことないの。テストさえどうにかなればいいやって感じだし。やったことをもう一回するんでしょ？
同じこと何回もやるのなんて辛くない？あれだけはもう勘弁、絶対にやりたくないって。でもうちそういうの苦手だし、いや、うちちょっと頑張ってみる。それもあるけどね。アイドルの仕事、せっかく増えてきたのに、課題のせいで断ることになったらマジダサいもんね。うち、今はアイドルに夢中だから、絶対に邪魔されたくないし。よし、うち決めた。今から復讐やる。早くやった方が忘れない感じすんじゃん。スマホの電源切って。よっし、これでバッチリっしょ。おお、やったばっかだからすげえわかる。これなら余裕じゃん。よっしゃ、このまま復讐なんか終わらせて明日から超遊ぶぞ。大丈夫大丈夫、ちゃんとやる。